ますよ。とりあえずトイレして、私の方が先に着いたみたいなんで、ちょっと待ち合わせ場所、八丈口の南口とは、言ってあったんやけど、つっても広いな、広いからな、どのあたりにしようかな。さあ、ということでね、ちょっと歩いてきましたけどね、八丈口で待ち合わせしとったんやけどね、こっちの方までやってきました。ってことで、ついに、当チャンネル初のコラボゲストということで、寺さんお越しいただきました。はい、いらっしゃいませ。どうも。よろしくお願いいたします。で、ここでね、ここうちのチャンネルの方の動画をね、見ていっていただいた方に説明をしておきますと、さっきのドッキリ企画がね、なしというかね、になりましたっていうのは、実はね、あの寺さんの方でもちょっとあの話が進んでおって、この後、名前出していいのかな、ヨッチャさんは。そうですね、多分出していいと、あの実はヨッチャさんあのね、西園寺さん関連の、ね、方でしたらもうご存知の方だと思いますけど、もうなんかね、一緒にこの後来てくれるということになりまして、非常にありがたい話でございまして、そうそう、で、どうですか、せっかくだしね、京都鉄道博物館行ったことをね、泣いて言っとったし、じゃあみんなで一緒に京都鉄道博物館行きませんかっていう話が出たんで、ああ、いやもうね、こっちももともとね、本当はあのドッキリで、ね、連れます予定でございましたんで、よし。いやちょうどいいやってことで、ね、実はもう初めからそういうつもりでおったらちょうどいいわっていうことでね、今からねその京都鉄道博物館に行こうかなってことなんですけど、そのちょっとねよっちゃんさんが来るまでちょっと時間があるってことなんで、30分ぐらいに来るっていうのを聞いてる、ね、これで今1時間半ぐらいあるのか、じゃあまあ今のうちにご飯食べといたらいいのかな、うん、っていうことで、今のうちにね、ちょっと散歩がてら、どうしようかなって、あの五条河原町の方までちょっとブラブラと歩きながら、ちょっと飯食うところ探して、なんか帰るならね、どうせならお昼前の混む前にね、行った方がいいかなと思うんで、じゃあそっちの方でちょっと行ってみようと思います。じゃあよろしくお願いします。さあ、ってことでね、ごめんね、うちのね、こんなチャンネルに付き合わせてしまって、そうそうそう、多分この動画が上がる頃には逆転されてそうやけど、一応ね、今の段階でチャンネル登録者数だけで言うと、うちが今194人で、180何人まで来とるね、もう今183人来とってね、ってことで、今のところね、まだギリギリうちの方がチャンネル登録者数多いんで、今のうちにでかい顔をしておこうと思っておりますんでねっていうことですね、でこっちの方ずっと行くんやけど、京都は言うていろいろ食べるところもあるでね、高いところも多いけど、でせっかくやったら11時前やし、ちょっと狙ってるところがあるんやけどな、ちょっと店の場所だけ調べてもいい？昨日さ、昨日じゃない、この前あの田中さんが、放送やっとった時に言っとったあのハンバーグ屋さん、なんか美味しいハンバーグ屋さんがありますよって話が出とったんで、そうちょっとそこでやっていこうかなと思う。いいよね、ね、なんていうとさっきな、ちょっと待ってね。あの前はあれやね、第一朝日の行列か。あそこが多分第一朝日の本店なんやな、確か。そう、チェーン店でね、いろいろあるけど、そう、だからこっそりこんな感じで、西園寺方面って言いながら、これ実は京都の鉄道博物館に行くバスの路線のやつやったりとかね。トクラ、そう、ハンバーグのトクラさん。あ、ちょっと遠いね。三条の方なんだ。京都河原町からさらにちょっと上の方やけど、どうしような。これやったらもう地下鉄で行ってもいいっちゃいいぐらいの距離ではあるな。うん、こっちの方行ってみましょうか。よし。こうやって観光するのって初めて、うん、あ、そっかそっか、前あれやもんね、前も大回り乗車に来た時とかあれやったし、お荷物企画でも決まっていったらそうやな、ゆっくりできる企画じゃないでな、あれはお、赤福が来た、我らの赤福がやってきたなと。ここ赤福結構美味しいよ、うん、あと赤福美味しいよな、なんやかんや言って、あれもやっぱすごいな。ちょっとこっちは、あ、こっちはこっちで別の行列やったんや。新福祭館、あ、
潜伏祭館かな。へえ。お。すげえな。あともうあっとりあえずあるんですか。12時半ぐらいちょっと頑張って、まあ、帰りはちょっと電車使ってもいいかもしれんけど。うん。そう、徳田はね、そう。他にもいろいろと考えては思ったんやけど、今日これあの田中さんがライブやっとったときにちらっと質問出してみて、ね、おすすめの場所とかありますかって、ね、出してみたけど、今日出てきて、あ、そうそうそう、でね、あの別にあの三田中さんどうして清水寺とか神社とかどうですかって話が出とって、ね、どうしようかなと思う、それでもありかなと思ったんやけど、うちの動画でも前にその京都来たときにもう清水やっちゃっとるんよ。で金閣寺だけは確かにもう15年近く行ってないなと思ってんけど、まあでもそな時間があったら行ってもいいかなぐらいで考えとってんけど、でもそれ行くぐらいやったら普通の博物館の方がいいかもなと思って。いやいや京都はね案外その表の筋のところは高い店も多いしあれやけど、裏に入るとちょっと面白いですな。言ってもそんなに京都をバカバカ来とるわけでもないから、ね、京都マスターとかそういうわけでもないけどね。でもあのいうミニストップとかああいうのを見ると京都来たなって感じはするよな。ちょっと違う。そう、あの景観条例が兼ね合いで、あのど派手な色を使いやすく白を基調にしやなあかんかっていうルールがあるよね。言ったらあのコンビニとかで、うん、そう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 、でミニストップやったらあの色が白メインでちょっと線を入れるぐらいに変わっとったりと、裏から行っとるから分かりにくいけどな。よいしょ、本当いいわ、これぐらいの風やったらええわ。これで5章？そうなんだ。なんかすごいところで。この辺り5章か？地図見たらわからんねん、うちも。あ、ごめん、全然違う。そりゃそうや、だって5章は1条なわけで。ね、あの要は5条のある位置から1条、2条、3条で、要は、横の筋ごとに何条何条でついとるから、あれで8本目の通りのところやから8条や、うん、そう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 、だから、5条って言ったらもっと北の方っていう感じ。さあさあ結構遠いですね。いわゆる4条か、四条河原町やから京都の、なんか京都じゃない、京阪じゃない、京急、もう、ガタガタや、京急の京都河原町駅から、4条の位置あたりになるや、四条の位置あたりになるで、うん、四条をそのまま横に行ったら、祇園なわけや、有名な繁華街のな。さあ一応これずーっていくと京都河原町の方に、出るような、道になっております。しまった、徳田さん行くんやったらちょっとあれが西の筋の方に行かなかんのやった。びっくりやね、そんなポンポンって話が進むと思ってなかった。めっちゃ嬉しいね。え、うん、もうすっかり、うん、もうすっかり今中あのニューカマー注目株やね、うちと違ってうちはもう完全にオワコンがそのままゾンと一人チャンネルやね。考えてみ、だって13年目やねまあまあ当然ね、もともとニコ動でやっとったあれやったし、そう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 、おちゃんと見てくれとる、ありがとうございます。そうそう
まあ言うて年取っとるからなもう40手前やからそうやで、初めて動画投稿したんが2009年なんやもん。2009年に、残っとる動画やと、まあ連れ友達とあのバイスシュバルってカードゲーム、あーカードゲームがあって、それがちょうど出始めの頃やったやな。で開封動画をやってみたっていう、それが今残っとるやつかな。一応ねその前にあの真の焼きそばを作ってみたっていう料理動画を出したことあるんですけど、そばを焼きそばの麺じゃなくて普通のあのそば、あのそば粉入ったそば、あれで炒めてこれで真の焼きそばだっていう動画を出したのが確か2009年の夏頃やったんやな。ただそれね土炎上してそのまま終わってて微妙な炎上だけして、炎上っていうのね、僕あの学校で来たんですよ。おお、めっちゃなんかアンチ来てて、学校の同級生が、おお、まあ、ゲームちゃんの一応やってたんですけど、ああやっとったな、あのもう放棄して、動いてるんですよ、もうなんかもう動画投稿するために低評価ばっかして裏手に切れた動画だったんですけどそれでなんかめっちゃあの学校でもバカにされてふざけんなよみたいな連呼して、連呼されて、それがあそやったね。じゃあ本当最近の話なんや。本当に、去年の2020年の3月くらいから動画投稿した。ああ、はいはいはい。それで、もう1年くらい、と炎上で、1年もあってみたいな。結構大変だったんです。はい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 。で、転校して落ち着いて、海外施設は、もう2校生ってなって、まあ、その転校先に友達いたんで、その人がまた振って、一緒に行くみたいな。はいはいはい。で、そこからです。そういうことな。いやでもすごい、ね、いや伸びてる伸びてる、やっぱコンセプトが分かりやすいで、うち要はやっぱね YouTube 伸びるのってジャズのコンセプトがしっかりとしてるチャンネルの方のがやっぱ伸びやすい。なんかバラバラよりなんかちゃんと、そう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 、うちはそこを完全に見誤ってバラバラ、もう初期の動画を見たら特にあれ最近固めてあれだ人だからね、散歩系動画な感じになっとるけど、うるさいな、仕方ない緊急車両やから仕方ない、おー、ドップラーこうか、そうやな、しゃあない、もう反対車線走ってとるけど、まあ、仕事やから仕方ないなあれ怖いと思うで、あの車、あ、まあ当然車運転したことないわなあれやけど、あの人によってさ車の中って本当にガンガン音楽流しとったりエアコンマックスでつけとったりすると、あの本当結構近くまで救急車のとあんなにでかくても聞こえやもんやでな、まあ、でもやっぱ街中って感じやね、こっちの方は京都も、四日市と比べたら全然でかいな。これで国一やね、国道1号線、で、これで国一やからここで五条や、そうそう、これで今赤川沿い走ってるからそこから五条大橋が見えるはずやね、まあ観光名所のあれやな、あ、そうやね、結構まあまあ距離歩いてるよ。で、まあ五条まで来たら四条まではすぐやねな、四条、四条か、言い方が分かんないけど、地名はな、同じ中学生 YouTuber、コンセルチャンネルっていうのがバンバン広告が出てるんで、まあいいかなと思って見てるんですけど、やっぱバレてなんか裏で面倒いことなんですよ。あ、学校面倒くさいでな、でそこが五条大橋、時代が変わってきてるからね、時代変わってるけど学校の校則だけは40年ぐらいずっとしないと使ったんやけど、あれ一回企画でやってみたいのが本当、あのいろんな中学校にある校則、それずっと乗っとるやん、あれの中のバカバカしい校則を、あの送ってこいっていう、多分そういう動画見たら、
そうそうそう。